もうすぐね、スマブラ出ますんで、久しぶりにゲームニュース見ていきましょうかね。これ、クラシックのアーケードゲームにインスパイアされた高速アクションシューター。面白そうやん。めちゃくちゃ面白そうです。2D 横スクロールシューティングゲーム。やってる暇はもう全くない時期ですよね。この時期に出しちゃダメなんですけど、ちょっと面白そうやで見てみましょうか。 面白いかあ、めっちゃ面白そう。あ、あの、ビューティフルジョーみたいやな、映画。っていうか、ビューティフルジョーやりたいなぁ。ビューティフルジョーって面白かったよね。やっぱコインだよコインって、誰が考えたん絶対コインだよね、やっぱりそこは。近海じゃん、あの、近海の時もあったな。近海の時もあったけど。竹馬の時もあったけど。そっか、まあ面白そうやな 次何これいつでもこのニンテンドックスっぽいんやけど。なやこれリトルフレン、あ、フォートナイト、お疲れ様です。いつでもどこでも触れ合える、子犬、子猫の、えリトルフレンズこれダメでしょこれ。色々と。リトルドックスキャッツ。出しちゃったよ。キャッツも出たんやったっけニンテンドーキャッツも。出たっけ出たかな忘れちゃった。でもドックスは結構やったよ。 ドックスのモッドみたいなやつはやらんかったけど。あー。いよいよ。発売しますか。これ今日の夜何時に出るんやろ、これ。これ買ったんで、一応あの、一応僕はこっちで買うことにしまして、やります。ダウンロードで買うことにしました。うん。ゲオだと、レジャーシートついてくれんけど、冬やんと思って、そういうことにします。え ?EV? 何 あ、連動様子なんてあるんや。あかん、やってない、ポケットモンスター、レッツゴー、ピカチュウは、レッツゴー、EV。だって EV もポケットゴーで知ったものやし。んスピリッツは、あ、スピリッツ先行することがあって、ちょっとややこしい、ややこしい連動やな、これ。ちょっとややこしい連動ですけど、まあいいや。これはちょっといや、これのためにまで、 そんなお金ないわ。あ、お疲れ様です。じゃがいもさん。じゃがいもさん。ホートナイト未だに人気あるんですね。すごいなちなみに、あの、今のうちに俺そういえばさ、あの、SD カードに入っちゃったから、ダウンロードし直して本体に入れないと、ランケーブル買ってないから、あの、Wi-Fi かよ、の後に、しかも、SD カードかよ、 って言われそうやで、今のうちにこっちでしておきます。今の位置っていうのはその SD カード抜いたんですよね。うん。抜いたんです。あの SD カード側に入れるとかいう選択肢がわからなかったからです。ですよね。です。で、どこに戻るやんやこうすると。おおここに戻ってくる。すごい作りだ。ゲームニュース。で、ヨイコのスマブラを見ましたけど、スマブラ下手すぎるんやんっていのヨイコって。面白いぐらい下手すぎて面白かった。 下手でも面白いのがスマブラですよね。パーティージャックが難しいなんで、カラオケジョイサウンドも俺ずっとやりたいんですけど、なんかのね、俺のその歌えんっていう動画が結構見ていただいてるんですけど、本当にね、家の中でマイクとか無理なんですよね。そこで、あのマイクカバー、集音マイクっていうの、あ、違う違う、集音マイクじゃないな。防音マイクを買ったんですけど、全然息吸えんから、結局歌えんねってなぁ。 これあると俺すっごい絶対これ簡易になるんですけど、いい防音マイクを n i n が開発するべきだじゃないかなと俺思いますわ。任天堂が開発してくれれば絶対防音でしょ、それはね。これはね、やったことある。昔。そうですね、こんなもんか。じゃあダウンロードしまあ、まだあるんだな、これ。ドラゴンボールっぽいこれ絶対ドラゴンボールの書き方やんな、何のフォント。ねえ。ドラゴンボールと書けてない、これ。ビリオンロード。ドラゴンボール。似てるもん。似てる。似てないロゴ。 で、カービーはクリアしたんですけど、下手ですねってきましたね。ありがとうございます。お、始まりました。これやっとかな今何時 ?8 時ぐらいですから、これやっといて、12時に始まるかなちょっとしか進んでないけど、いけるかなじゃあ、ちょっと今やってる人だけチラッと見て、YouTube 見てるな、いつも言うます。初心者さんいつも言う。で、オーバクック、ありがとう、いつも。ありがとうってねあ、久しぶりに来たな。 僕たち弱いです。あ、もう、久しぶりじゃないわ。スプラトゥーンなんや。この絵、教えてくれたんですよね。あの、ナイトさん、ナイトさんじゃないか。ナイトさんが教えてくれたんですよね。こういう複数形の名前ついてる人は、あの、スプラトゥーンにいるらしいんですよ。この人もそう、あれ、名前変わってる。この人も、なんかそういうチーム系の名前だったんですけど、それは、 スプラトゥーン2でのチームのバトル用の名前らしいんですよ。僕そこら辺全然おっさんすぎてついていけなくて申し訳なかったです。すいません。はい。そういう感じで、した。